はい、皆さんこんにちは。スペースビズ編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。編集長の訪問記は、私の気になる宇宙関連施設を訪問するコーナーです。今回の訪問記はじゃん、こちらコスモアイル白衣編です。こちらの宇宙科学展示室、宇宙ファンからは穴場中の穴場と評されています。なぜならレプリカではなく本物が展示されているからなんですよね。さてさて、場所はどこにあるのかな。場所はですね、石川県羽咋市にあります。最寄り駅は JR 羽咋駅なのですが、駅に着くと宇宙人サンダー君がお出迎えしてくれます。やはり UFO の街を実感。駅東口からは徒歩8分ほどです。宇宙科学博物館コスモアイル羽咋に近づくと、 UFO のような建物とマーキュリーレッドストーンロケットが見えてきます。なんと屋外に展示されているレッドストーンロケットは NASA から入手した本物の機体なんですよ。胴体部分にはマグネシウム合金が使われているので、長期間の屋外設置にもかかわらず錆がほとんどありません。まあ本物だからですよね。1階の、右手に月面車ルナローバーが展示されています。アポロ15号16号17号で使用されたものですね。左手には宇宙グッズの売店があります。宇宙グッズだけでなく宇宙食や隕石なども売っていました。この辺りがね、人気があるようですね。2階には階段でも行けるんですけど、できればエレベーターを利用してみてください。なぜって、面白い仕掛けがあるからなんです。乗るといきなり暗くなるのでびっくりしますけどね。1階は無料で、2階にある宇宙科学展示室への大人1人の入場料金は400円になります。入場すると一番手前に米国初の有人宇宙船であるマーキュリー宇宙船が展示されています。マーキュリー宇宙船の内部は人間が乗ると身動きできないほど狭かったので、宇宙飛行士の体格は身長約 1.8 メートル以下、体重82キログラム以下に制限されていたんですよね。その横にボストーク宇宙船があります。こちらは宇宙から帰還した本物の機体です。大気圏への再突入の際の熱によって焼け焦げた跡が残っています。その横にはルナ・マーズローバーがあります。月面や火星上での移動や資材の運搬のために NASA で設計・試作された実験用のプロトタイプのローバーで、無人での遠隔操作による走行も可能になっています。さらに奥に進むとモルニア通信衛星が天井に吊るされています。旧ソ連がバックアップ機として製作した本物の機体です。中心部には偵察用のカメラが取り付けられています。さらに奥に進んでみましょう。なんとアポロ司令船があるではないですか。この司令船は外壁やスイッチ類など
実際に使用されたものと同一の部品素材を用いて組み上げられたものなんです。月から最後に地球に戻ってくるのは司令船だけなんですよね。その横の天井にはボイジャー惑星探査機が吊り下げられています。地球から最も遠い人工物はボイジャー惑星探査機かもしれませんね。木星、土星、天王星、海王星を探査し、天体望遠鏡では知ることができなかった事実を明らかにしたんです。先ほどのアポロ司令船の真横に位置する場所にはアポロ月面着陸船があります。アポロ17号をモデルに組み上げられた実物大模型です。かなり大きいですよ。この横にはルナ24号があります。旧ソ連のルナ計画では24機の探査機が月に打ち上げられているのですが、本物のバックアップ機になります。さらに奥に進み、出口付近にはバイキング火星探査機があります。こちらは火星軌道を回るオービターと火星に着陸をするランダーから構成されています。主だった宇宙機材の展示は以上となります。宇宙機材のほか、私の気になったブースもご紹介しますね。それは SETI&UFOs ブースです。 SETI ブースは地球外生命探査の活動に関わる科学者の調査結果やその意義が紹介されています。 UFOs ブースは UFO 現象の探査に関わる科学者の研究成果が紹介されているんです。こちらのブースにはさすがに本物とはいきませんが、ロズウェル事件の宇宙人がいるんですよ。これはこれでインパクトがありますよね。こんな本物ばかりの展示品で大満足の2階なのですが、3階にはコスモシアターがあり、プラネタリウムのドーム型スクリーンで宇宙開発や科学技術などをテーマにした番組を上映しています。 UFO による町おこしから宇宙科学博物館コスモアイル博位が完成したのは感慨深いですね。皆さんの住む地域でも UFO と宇宙人で町おこしをしてみてはいかがでしょうか。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。上にマーク出てまでお願いします。